京都市左京区の町名。本校京都市左京区の町名では、道区内に存在する交渉町名を一覧化すると、共に、その成立時期、成立過程等についてが一説する。京都市街地の東北方、鴨川、鴨川の東岸に位置し、北方の大原、倉間などの山間部を含んだ広大な面積を有する。区域は南北に長く、最北端は、 標高959メートルの三北岳山頂である。区の東は、京都府と滋賀県の府県境をなし、滋賀県を移市及び高島市に接する。府県境に位置する、比叡山の西側は道区に属する。区の南は、東山区及び山品区、北は、京都府南丹市、宮間地区、西は、右京区、京北地区及び北区に接し、南丹近くの一部が、 上京区及び中京区に接する。面積246.88平方キロメートル。2009年3月現在の推計人口は約16万6千人。区の南部には平安神宮、南禅寺、自称寺、銀閣寺、下鴨神社、鴨御祖神社、修学院離宮などの著名社寺や史跡があり、岡崎公園、京都会館、京都,京都国立近代美術館、 京都市動物園、京都大学吉田キャンパス、京都府立植物園、京都府立総合資料館、国立京都国際会館などの施設もある。区の中部から北部は人口密度の低い山間部である。東には国道367号、鯖街道、若狭街道が通り、比叡山の西の上り口である、八瀬地区、三千院や若光院のある、 大原地区を通って、若狭方面へ通じいる。西には、京都府道38号京都広川原網山線、倉間街道が通り、倉間寺のある、倉間地区、花生、広川原を通って、南丹市方面へ通じている。区の最北端の九田地区はかつて、京都府、小谷郡に属したが、地理的には、東の滋賀県方面とのつながりが強い。遠くは昭和四年。 1929年、当時の状況区から分布して成立したものである。成立当時の区域は、下鴨各町、北白川各町を含んでそれより、南の地区のみであった。昭和5年、1930年に、東山区との区境変更があり、区南端の波田口地区の一部が、東山区に編入された。昭和六年に、あた郡修学院村と、松ヶ崎村、 昭和24年、1949年に、道具岩倉村、八瀬村、大原村、清志野村、倉間村、花瀬村、北村を編入した。昭和32年、1957年には、北区和田郡京北町の一部、大和座、広河原を編入し、現在の区域となった。京都市内の町名には、大原来合院町のように、旧村名。 旧王あざなに由来する、広域地名、上記例の場合は、大原を鑑賞するものと、亀屋町、菊屋町のような単独町名とがある。左京区内の町名は、区の南西端の二条川東地区にある二十九町と、栄冠道町、栄冠道西町、銀閣寺町、銀閣島江町、黒谷町、若王子町が単独町名で、他は、 旧大あざななどの地区名を冠した複合町名である。区内の交渉町名の数は、角川日本地名大辞典26京都府、下官によれば1980年現在569町であった。その後、一部地区で土地区画整理事業実施等に伴う町名町会の変更があり、12町が新たに規律、7町が廃止されて、 2009年現在は574町となっている。区内には、修学院音渡に、松ヶ崎東山のように、末尾に町地を伏さない町名が一部に存在する。これらはいずれも昭和6年、1931年に編入された地区であり、山間部などで昭和6年の町名成立時において、当該区域内に人家が存在しなかったものである。 区の南西端、鴨川の東、二条通りの南北の地区の町名は、広域地名を干渉しない単独町名となっている。この地区は二条川東と称され、宝永5年、1708年の落中の大火後、焼け出された住民が移転してきて新たな町を作ったものが多い。現行の町名、町会は、近世のそれが概ね引き継がれている。ただし、 新東道院町、菊穂古町、新車屋町、大菊町、新丸田町は、明治2年、1869年に、近隣の数か町が合併して成立した町名であり、石原町は、明治16年、1883年、あた郡群五護院村の一部が、当時の上京区に編入された際に成立したものである。明治元年、1868年、 京都府が成立すると、これらの町を含む、状況の町は、状況1の45番組に組織された。これらの町組は、その後たび重なる変遷を経て、明治25年、1892年には、計28の学区に組織された、明治以降の行政区画の変遷については、別校、京都市上京区の町名を参照。左京区に属するのはそのうちの第27及び、 第28学区であり、昭和4年1929年には小学校名を付してそれぞれ西木林学区及び新動学区と呼称されるようになった。これらの学区は昭和16年1941年に廃止されており、現在では正式の地区名ではないが、その後も元学区として地区の呼称に用いられている。町名に岡崎をする地区は、 元の小谷郡岡崎村である。岡崎村は、市政町村制施行以前の明治21年、1888年、当時の上京区に編入され、上京区岡崎町となった。明治22年には、京都市政に伴い、京都市上京区岡崎町となった。大正7年、1918年には、岡崎町を廃止、岡崎を干渉する十三町及び黒谷町。 干渉らしに編成された。これら十四町は昭和四年の左京区成立後は同区の町となった。その後昭和三十三年に岡崎東天皇町が成立し、岡崎を干渉する町名は計十四その他の町名一黒谷町となっている。町名に昭五院を干渉する地区は元のあた郡群昭和院村である。昭和院村は 市政町村制施行以前の明治21年、1888年、当時の上京区に編入され、上京区省後院長となった。明治22年には、京都市政に伴い、京都市上京区省後院長となった。大正7年、1918年には、省後院町を廃止、省後院を干渉する八丁に編成された。これら八丁は、昭和四年の左京区成立後は、 同区の町となった。町名に吉田を干渉する地区は、元のあたごぐに吉田村である。吉田村は、市政町村制施行以前の明治21年、1888年、当時の上京区に編入され、上京区吉田町となった。明治22年には、京都市制に伴い、京都市上京区吉田町となった。大正年、1918年には、吉田町を廃止、 吉田を干渉する十四町に編成された。これら十四町は、昭和四年の左京区成立後は、同区の町となった。町名に、南禅寺を干渉する地区は、元のあたご郡南禅寺村である。南禅寺村は、市政町村制施行以前の明治二十一年、1888年、当時の上京区に編入され、上京区南禅寺町となった。明治22年には、 京都市政に伴い、京都市上京区南前寺町となった。大正7年、1918年には南前寺町を廃して南前寺を干渉する4町、栄冠道町、干渉なしが成立。残余は町地を伏さない南前寺となる。これら6町は昭和4年の左京区成立後は道区の町となった。昭和33三三年、栄冠道西町、干渉なしが成立。 昭和40年、1965年、当時の京都市内各所に残存していた GXX の区域は、すべて XX 町と改称された。この際、南禅寺として存続していた区域は、南禅寺南禅寺山町、南禅寺風呂山町となった。以上により、現在は南禅寺を干称する町名が6、その他の町名が2、栄冠道町、栄冠道西町となっている。 町名に、淡田口、淡田口を干渉する地区は、元のあた郡阿淡田口村である。淡田口村は、市政町村制施行以前の明治21年、1888年、当時の上京区に編入され、上京区淡田口町となった。明治22年には、京都市政に伴い、京都市上京区淡田口町となった。大正7年、1918年には、 淡田口町を廃止、淡田口を干渉する四町、鳥居町、花町町、家事町,町、三条坊町及び町地を伏さない淡田口に編成された。これら五町は昭和四年の左京区成立後は同区の町となった。翌昭和五年、淡田口地区の南部は東山区となり、町地を伏さない淡田口の一部と淡田口鳥居町のみが左京区の所属となった。 昭和40年、1965年、当時の京都市内各所に残存していた GXX の区域は、すべて XX 町と改称された。この際、先奥淡田口として存続していた区域は、淡田口大日山町、淡田口山下町、淡田口入海山町、淡田口におい家町の4町となった。以上により、現在は、 淡田口を干渉する町名は5となっている。町名に、獅子型に、獅子型にを干渉する地区は、元のあたご郡、鹿屋村である。鹿屋村は、市政町村制施行以前の明治21年、1888年、当時の上京区に編入され、上京区獅子型二丁となった。明治22年には、京都市政に伴い、京都市上京区獅子型二丁となった。 大正七年、1918年には、獅子形に町を廃止、獅子形にを干渉する六町、若王子町、干渉なしが成立。残余は、町地付さない、獅子形にとなる。これら八町は、昭和四年の左京区成立後は、同区の町となった。その後、昭和四年に、法年寺西町、昭和三十三年に西寺の前町、上下宮の前町が成立した。 昭和40年、1965年、当時の京都市内各所に残存していた GXX の区域は、すべて XX 町と改称された。この際、左京区、獅子形にとして存続していた区域は、獅子形にを干渉する八町、大黒町、勝負谷町、栗北二町、不動産町、若王子、山町、前期山町、徳前田二町、 多町山頂となった。以上により、現在は、四子形にを干渉する町名は十八となっている。町名に、浄土寺を干渉する町名の地区は、元の阿多古郡浄土寺村である。浄土寺村は、市政町村制施行以前の明治二十一年、1888年、当時の上京区に編入され、上京区浄土寺町となった。明治二十二年には、京都市政に伴い、 京都市上京区浄土寺町となった。大正7年、1918年には浄土寺町を廃止、浄土寺を干渉する五町、銀閣寺町、干渉なしが成立。残余は、町地を伏さない、浄土寺となる。これら七町は、昭和4年の左京区成立後は、同区の町となった。その後、昭和34年に、銀閣寺前町、干渉なし及び、 浄土寺を鑑賞する東田町、上下馬場町、上下南田町が成立した。昭和40年、1965年、当時の京都市内各所に残存していた GXX の区域はすべて XX 町と解消された。この際、左京区浄土寺として存続していた区域は、浄土寺を鑑賞する六町、内越、工場町、町鎮山町、 七回り町、小山町、大仙町となった。以上により、現在は、浄土寺を鑑賞する町名は十六、その他の町名はに銀閣寺町、銀閣島江町となっている。田中及び、高野を鑑賞する町名は、元のあたご軍伝中村で、大正七年、1918年、当時の上京区に編入された。田中村には、田中、 高野川らの二つの大技があったが、このうち大技田中は大正7年、田中を干渉する17町に編成された。その後、以下のような町名町会の変更を経て、田中を干渉する町は30町となっている。田中村大技高野川は大正7年、高野を干渉する7町に編成された。その後、以下のような町名町会の変更を経て、 高野を干渉する町は八町となっている。北、白川を干渉する町名は、元の阿多ご郡白川村で、大正7年、1918年、当時の上京区に編入された。白川村には、大技はなく、旧村域は大正7年、一部が、北、白川を干渉する十二町、渋瀬町、上池田町、下池田町、上果て町、別当町、 小倉町、久保田町、西町、小岩わ町、平井町、伊織町、びわ町に編成され、残余は、大和北白川となった。昭和40年、1965年、当時の京都市内各所に残存していた、大和ざ字、XX の区域はすべて、町となり、XX 町と解消された。この際、大わ北白川として存続していた区域は、北。 白川を干渉する十三町となった。このほか以下のような町名町会の変更を経て、北、白川を干渉する町は四十三町となっている。下鴨を干渉する町名は、元の阿多ご郡下鴨村で、大正七年、1918年、当時の上京区に編入された。下鴨村には、大技はなく、旧村域は大正七年。 下鴨を干渉する十七町に編成された。その後、以下のような町名町会の変更を経て、下鴨を干渉する町は四十六町となっている。鴨を干渉する二町は、元のアタゴ群上鴨村である。上鴨村には、上鴨小山の二つの大技があった。このうち大技小山は大正七年、1918年、当時の上京区に編入され、現在は、 北区のうちとなっている。大和上鴨は一部が大正7年、当時の状況区に編入され、鴨を鑑賞する四町、今井町、半木町、板倉町、元井町に編成された。このうち、板倉町は昭和11年、元井町は昭和12年に廃止されたが、板倉、元井の地名は、現在の北区小山の町名に継承されている。以上により、 鴨を干渉する町名は2町となっている。なお、大技上鴨の残余は、昭和6年、当時の上京区に編入されて、上鴨を干渉する町名となり、現在は北区に属している。一乗寺、修学院、山畑及び上高野を干渉する町名は、元の阿多ご郡修学院村で、昭和6年、1918年、左京区に編入された。 修学院村には一条寺、修学院、高野の三つの大技があったが、このうち大技一条寺は昭和六年、一条寺を鑑賞する九十一町に編成された。その後、以下のような町名町会の変更を経て、一条寺を鑑賞する町は八十九町となっている。大技修学院は昭和六年、大部分が修学院を干渉する十二町、及び、 山畑、山花を鑑賞する十一町に編成され、残余は大技修学院として残された。昭和40年、1965年、当時の京都市内各所に残存していた大技寺、XX の区域はすべて町となり、XX 町と解消された。この際、左京高技修学院として存続していた区域は、修学院に山の上町、修学院、 高岸町、修学院松本町の三町となった。以上により、現在は修学院を鑑賞する町名は五十五となっている。大技高野は昭和六年、前述の宮殿中村大技高野瓦との区別のために頭に上をつけた上高野を鑑賞する六十町に編成された。その後、土地区画整理事業実施に伴い、昭和十五年に草木町、 三十三町、千枚町、津草町、藤代町、元織町、横枕町の七町が廃止され、植高野を干渉する町名は五十三町となっている。松ヶ崎を干渉する町名は、元のあ五郡松ヶ崎村で、昭和六年、1931年、左京区に編入された。松ヶ崎村には、大技はなく、旧村域は、昭和六年、 大部分が、松ヶ崎を干渉する五十五町に、編成さ、残余は、左京区阿座、倉間殿、阿座、正し殿として残された。その後、以下の変更を経て、松ヶ崎を干渉する町名は五十九町となっている。岩倉を干渉する町名は、元のアタゴ郡岩倉村で、昭和二十四年、1949年、左京区に編入された。岩倉村には岩倉、 中、長瀬、畑枝、花園の五つの大技があったが、この内大技岩倉は、昭和二十四年、岩倉を干渉する旧町に編成され、残余の四大技は、岩倉中町、岩倉長瀬町、岩倉畑枝町、岩倉花園町となった。その後、土地区画整理事業実施に伴い、昭和五十五年、1 9八十年、南三宅町、中、西尾詐欺町、 南四の坪町、南桑原町、東、西五丹田町、東、西宮田町、南平岡町、北、南池田町の十二町が成立し、平成二十六年、二千十四年、岩倉北桑原町、岩倉北平岡町、岩倉北,北四の坪町、岩倉中川原町,町、岩倉三笠町、岩倉南河原町、岩倉南木野町の七町が成立し、 岩倉を干渉する町は三十二町となっている。八瀬を干渉する町名は、元の阿多子郡八瀬村で、昭和二十四年、1949年、左京区に編入された。八瀬村には、大技はなく、旧村域は、昭和二十四年、八瀬を干渉する四町に編成された。大原を干渉する町名は、元の阿多子郡大原村で、昭和二十四年、 1949年、左京区に編入された。大原村には、大原、小出石、桃井、大見、小瀬の5つの大技があったが、このうち大技大原は、昭和24年、大原を干渉する九町に編成され、残余の4大技は、大原小出石町、大原桃井町、大原大見町、大原小瀬町となった。をする町名は、 元の阿多郡群聖子の村で、昭和24年、1949年、左京区に編入された。聖子の村には、聖原、市原、の中の3つの大技があったが、これらは、聖子を鑑賞し、旧大技なを継承する山頂に編成された。倉間を鑑賞する町名は、元の阿多郡倉間村で、昭和24年、1949年、 左京区に編入された。倉間村には、倉間、二の瀬、木船の三つの大技があったが、うち大技倉間は、安馬本町となり、残余は、倉間を干渉し、旧大技名を継承する二町に編成された。花瀬を干渉する町名は、元のあたご軍花瀬村で、昭和二十四年、九百四十九年、左京区に編入された。花瀬村には、現地に行った。 別所、大伏せ、八松の四つの大技があったが、内大技現地神殿は花瀬現地町となり、残余は花瀬を干渉し、旧大技名を継承する山頂に編成された。広川原を干渉する町名は、昭和30年、1955年までは、北区和田郡、黒田村大技広川原で、同年、黒田村が、他の一町四、村と合併して、 北区和田郡京北町となってからは、京北町大技広河原となった。広河原地区は、京北町の中心部から遠く離れ、地理的にも京都市方面とのつながりが強いことから、昭和三十二年、九五十七年左京区に編入され、広河原を干渉する五町に編成された。北を干渉する町名は、元のあた郡北村で、昭和十四年、 1949年、佐京区に編入された。久田村には、大技はなく、旧村域は、昭和24年、久田を干渉する五町に編成された。佐京区の町名について、いずれを現行交渉町名とみなすかについては、参照する資料によって相違がある。ここでは、以下の資料館における町名の移動について記す。なお、本稿解説における町名リストや、 町数の記載は、混乱を避けるため便宜上、角川日本地名大辞典を基準とした。滋賀県大津市との府県境近くの山中、比叡山ドライブウェイ沿いに位置する宿泊施設と、大学の研修施設の住所は、左京区比叡山市元杉と表示されているが、これは、通称で、当該地区の実際の交渉地名は、左京区一条寺病樽である。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。